こんにちは、粟田洋介です。絵を描いている人、これから絵を描きたいなぁと思っている人、もしくは絵を見るのが好きな人、いろいろな方がいらっしゃると思いますが、アートっていうのは素晴らしいもので、その楽しさを共有したいと思っていつも動画を作っています。そして私は自由に好きなように絵を描くことが絵を楽しむ秘訣だと思っています。ただ自由に好きなように絵を描く、自由に好きなように何かをするっていうのは、逆に多くの人にとって難しいことだということも知っています。なので私は自由に絵を描くっていうことはこんなにも簡単で、こんなにも楽しいことだということを自ら絵を描いてお見せしてるんですが、実際に自由に好きなように何かをするっていうのは、一度やってしまえば簡単なんですけど、ただ私が絵を描いているのを見るだけじゃ分かりづらいんじゃないかなと思って、今日は私は一つ課題を思いつきました。それは私が考えた順序に沿って抽象的な絵を描いていただきます。5つのステップがあって、でその5つのステップに沿って私も絵を描いていきます。ということで、課題に沿って私も絵を描いていくんですが、私がどんどん絵を描いていったのではいつもの動画と変わらなくなってしまうので、先にこの課題の5つのステップを紹介します。そうすれば、まあ、私の描いた絵を見る前にちょっとご自身の想像が膨らんでいくんじゃないかと思います。ということで、今日私はこのキャンバスに絵を描くんですが、もうキャンバスでもいいし紙でもいいし、大きさも大きくてもいいし小さくてもいいと思います。まず1番目は全面に一色で色を塗ります。まあ塗らなくてもいいですけど、ちょっと色がついてた方がいいかなと思うので、まずは全面に色を塗ります。で2番目なんですが、だいたい3分の1の面積に色を塗っていきます。塗るっていうか、まあまっすぐ塗りつぶしてもいいし、こうでもいいし、こうでもいいし、形とかバラバラでもいいし、一箇所じゃなくてもいいけど、とにかく3分の1ぐらいのスペースをこの全体に塗ったのとは違う色で塗っていきます。その時にその塗っていく位置とかでこの絵のバランスを考えながら塗っていきます。そして3番目は、この全面に塗った色とも3分の1を塗った色とも別の色で、今度は6分の1ぐらい、まあこのぐらいの面積ですね、そのぐらいの面積を2番目で塗ってないところに塗っていきます。線でもいいし形でもいいし、なんか描きます。1番目に塗った色と2番目に塗った色、それとのバランスを考えながら3番目の色を塗っていきます。そして4番目ですが、今ここに3色塗ってありますけど、その3色とはまた違う色で、3分の1の面積ですね、その塗った色の上にこの今ある3色とは違う色で塗っていきます。色の中に色を塗ってくるわけですね。まあその時になるべく内側に塗っていきますが、はみ出してもいいです。その時もこのバランスっていうのを考えていきます。で5番目は、さっきは2番目の内側に違う色を塗ったんですけど、今4色塗ってあるその4色とは違う5色目の色を、この3番目の6分の1の面積に塗ってある色ですね、その色の上に5番目の色を塗っていきます。6分の1の中に塗るんですけど、はみ出してもいいです。ただ全体のバランスを考えながら塗っていきます。この5つのステップで抽象的な絵が出来上がっていると思います。でこの課題が5つのステップって言ったんですけど、ごめんなさい、もう1つステップがあります。6つ目の最後のステップです。それはここにさらに何でも好きなように付け加えて作品として仕上げます。それが6つ目のステップです。何色使ってもいいし、どこに何をどういう風に描いてもいいです。塗りつぶしちゃってもいいし、どんな風に塗り重ねてもいいし、線や形を描いてもいいし、抽象的じゃない絵を描いてもいいです。とにかく好きなように仕上げます。最初に自由に好きなように描くのが難しかった人でも、ここまで形ができてくると、今度は自分の考えで好きなところに描いてみたくなるんじゃないかと思います。自由でもいいし自由じゃなくてもいいんです。私が一番大事だと思うことは、とにかく楽しく絵を描くということです。というわけで、楽しく絵を描いていきます。1番目はここ全体に色を塗っていきます。
何色がいいかな、自由に好きなようにって言って困っちゃう人も、何色で絵を描きたいかなっていうことを考えてみてください。自分の好きな色でもいいし、そうじゃなくてもいいんですが、私は特に好きでもないけど、特に一番好きな色でもないんですが、なんかいつもあんまり使わないような色って感じの色をバックグラウンドに塗っていこうと思います。あ、この色使ってるかもしれませんね。でも何でもいいけど、この色を使います。ちょっとピーチみたいな色ですね。ペールオレンジってやつですかね。こんな感じで全体に塗っていきます。周りにも塗っていきます。まあ周りに塗るのは課題じゃないんですけど、周りに塗ると額に入れなくても壁に飾った時にちょっと見栄えがいいと思います。とりあえずこんな感じで塗っていきました。乾いたら2番目のステップ、だいたい3分の1ぐらいですね、塗っていきます。ではちょっと乾くまで待ちます。はい、では2番目のステップですね。1番目のステップではここに色を塗っていったんですが、今度は3分の1でしたね。3分の1を別の色で塗っていきます。1番目のステップで色を塗ったのが夜遅い時間だったので、今翌日の朝です。今度はちょっとこの色を混ぜていこうかな。ちょっとこっちで使った色と同系の色も混ぜて、少しだけ塩を入れます。だいたい3分の1ですかね、このぐらい。もうちょっとかな。ドライヤーで乾かして、その上からまた塗って、ちょっとムラをなくしていこうと思ったんですけど、こういう風にムラがあってもいいかなと思うので、このまんまにして、次は3番目のステップです。3番目のステップは、空いたところのどっかに、この6分の1ぐらいの面積に、またさらに違う色で塗っていきます。こんな感じで描きました。だいたい6分の1。ちょっとこれが本当にこれが全体の3分の1なのか、これが6分の1なのかわからないんですが、これは製図じゃなくて絵画なので、そんな数字はぴったりじゃなくていいんです。いや、それじゃいけないって方もいらっしゃるかもしれませんが、この課題は私が作った課題なので、若干いい加減でもいいんです。若干じゃなくて、かなりいい加減でもいいんです。というわけで、次のステップは上に重ねていくので、あらかじめドライヤーで絵の具を乾かしました。ということで、4つ目のステップですね。今度はこの上に違う色を塗っていきます。どのぐらいの割合でもいいんですが、どのぐらいの割合って決めないと困る人がいらっしゃると困るので、じゃあね、だいたいこの面積の半分前後っていう感じにしましょうか。でもね、さっきいい加減って言ったんですけど、自由に何かをするっていうことは、いい加減になるということが必要です。いい加減っていうのは、決まりに従うんじゃなくて、自分がいいと思ったものを書くということなので、自分のアイデアはすべていい加減で、それが素晴らしかったとしても、いい加減なんです。なので、自由になるということは、いい加減でいいんです。簡単でしょ？何色にするかは
いい加減に決めていきたいと思います。いい加減に好きな色ですね。内側に塗っていきます。はみ出してもいいって言ったんですけど、はみ出さなくてもいいんですよ。どうやったら面白いのかなっていうのを考えます。水を多めにつけて、さあ、ではね、4回目のステップ、ここに塗りました。私は半分前後って言ったんですが、多分これ3分の1ぐらいで、半分より全然少ないです。だけど半分塗らなければならないとは私は言ってなくて、どのぐらい塗ったらわからないという人は、だいたい半分前後塗ってみてはいかがでしょうって言っただけです。で、今度はこっちですね。この部分に違う色を重ねていきます。白がいっぱい残ってるんで、白で、いっぱい残ってなくても白で塗りたいので白で塗ります。5番目のステップが終わったので、6番目のステップ、ここに好きなように足していって作品を仕上げるということでしたね。抽象画として仕上げてもいいし、抽象的じゃないなんかモチーフを足していってもいいです。何でもいいので作品を仕上げます。こんな感じでお花を入れて抽象画じゃなくなってしまいましたが、最初の抽象的な表現は描き始めるためのスタートアップだったので、最初から抽象画を描くつもりはありませんでした。こういう感じのステップにすると、まとまった描く時間がない場合にすごく便利だと思います。ステップ1からステップ5まで一つのステップに10分もかかってないので、例えば1日10分しか絵が描けない人だったら、1日目にステップ1、2日目にステップ2って感じで、何日かかけて1枚の絵が完成するんじゃないかと思います。それで今のステップは結構時間がかかっていますが、ある程度まで形ができてくると、その途中の段階の絵を見た時にイメージが湧きやすいので、その途中の形まで作るのが結構時間を使いたいとこなので、こういう感じだと時間のない場合に便利だと思います。ステップ1、10分、ステップ2、10分って感じで、毎日少しずつ絵を描くっていう人の場合も結構いいんじゃないかと思います。ではもう少し続きを描いて完成させていこうと思います。
こんな感じに完成しました。タイトルは会いに来た猫です。うちにしょっちゅうこういう感じの猫たちが遊びに来てるんですよね。なのでそういうタイトルにしたんですが、そういう猫が来ているからそういう絵を描こうと思ったんじゃなくて、なんか適当に絵を描いてたらそういう感じになっちゃったって感じで、描き終わってから外の猫がうちの猫に会いに来ている時と似てるなぁと思って、そういうタイトルにしたという感じです。いつも見てるものって無意識に形になっていくんですかね。ちょっとその辺わかりませんけど、まあ特に意味はありません。そんなわけで今回はステップバイステップで絵を描く動画でした。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。